私は選ばれた人間、少式だ。父上、お話があります。しばし殿らが。おお、そうそうど。しょみわおの外が騒がしいな。いよいよか。紹介、あざなは式。名門少子の出身で少陽の子である。彼の仕える義は今一大転機を迎えていた。大将軍曹操は高青山で職に敗れると国政をおろそかにする。曹操の振る舞いはもはや国庫を傾けるだけだった。芝居はそんな曹操を討つべく立ち上がる。紹介は自らの野心成就のためどう動くべきか思案していた。紹介様、大変です。芝居殿らが兵を率いて城に向かっています。ふん、意外でも何でもない。曹操がこんな時期に洛陽を開けたからな。いよいよ芝居一族が取って変わる。まあ奴は地位や権力だけを頼みにする愚物の代表格。いずれ破滅するとは思っていたが。城内の兵も戸惑っております。我々は一体どう動く。明日も同じ任についていたいなら今すぐ戦支度を整えて私についてくるといい。こうなった以上曹操は終わりだ。この先は芝一族が実権を握る。だが真に地位や権力を持つべきなの、来たるべき時が到来するまでせいぜい踏み台として利用さ。皆よく集まっ。速やかに楽を制圧せよ。その後敵外の曹操を撃つのだ。
ここを放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。芝居ね、私のおらぬ間に。これは葬儀に対する反逆、許してはならぬ。これが選ばれた人間の力だ。なんという強さ。ここは引く。敵将撃ち取った。逃げろ。私の知力が破れようとは。気に入らないね。消えないよ。とどめだ一族め。我らに取って代わるつもりだったとは。我らが立った真意がまだわからぬか。ボング曹操、貴様を巨匠へ連行する。加工を剥がし、そうそう、球場に立ち入ることは許さぬ。引かねば切り捨ててくれようぞ。兄上は双方殿を。状況を報告してくれ。我が軍は五により分断された。よし、
諸軍はすぐそこにまで迫っている模様。諸の兵力は前回の戦より多いと見える。あれだけ敗戦を重ねながらよくぞここまで兵を集めたものだ。そこ感心するところですか。余剰兵力まで使っているだけ、そういうことでしょう。断言してもいいですよ、諸の国内にはもう一兵もいない。それだけ敵もこの一戦にかけているということですね。ここで敗れれば乱世に逆戻りとなります。芝生殿のためにも闘志を燃やし死力を尽くさねば。何度攻め込まれようと必ず食い止めてみせる。それが全軍。東洋へ進軍し攻め寄せた職軍を撃つ。脅威との決着こそ最大の任務よ。守備隊を増やしておこう。私がいるのだ、勝つに決まっている。さすが堂々たる戦ぶり。
拠点を守り切ったか。舞台を立て直し次第立つぞ。参道を経由して東洋を奇襲する。私がいるのだ、勝つに決まっている。さすが堂々たる戦ぶり。行くのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。こたびの北伐が最後と思え、我らの全力で魏軍を打ち倒す。脅威の闘志まだ衰えず、だがこれを終わりにせねばならん。密偵が戻ってまいりました。魏が北の山道から奇襲を狙っている模様。ならば東洋北部の守備を強化すればいい。これで敵も迂闊には近づける。ここまで魏軍が迫るとは。だが北伐は必ず成功させてみせる。またもや敗北を喫すると。上将、お許しください。東洋は落ちた。皆勝ちどきを上げよ。我らの上将を敵味方に知らしめるのだ。恐れを捨て一気に攻めよ。蜀の侵攻をまたも食い止めることができた。これも諸将の奮戦のおかげだ。礼を言う。あなたの礼などいりませんよ。それに蜀が弱すぎただけとも言える。道外殿、とっとと生徒を攻めたらどうです。私も紹介殿の意見に賛成です。この戦で蜀は全ての力を使い果たしたはず。打つなら今かと。うん、では芝将殿にお伺いを立てよう。なら私が生徒攻略を進言してきます。自分たちは天水で戦の準備を。紹介の進言を入れ、これから生徒を攻略する。もはやこの戦で蜀を滅ぼす。長きにわたる三国時代を終わらせるのだ。生徒
包囲できれば勝利は確実だ。そううまくことが運べばいいんだがな。先端を開かれ、私たちは戦わなければ。いい場所に連れてってやるよ。進軍開始してもいいよな。とうとう聖都に敵が。この戦の結果は動かせないかもしれないな。測定の動きが鈍いわ。流行し噂通りの暗部だ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。生徒は私が守り抜いてみせます。竜の妻として最後の務めを果たしましょう。商会の目覚ましい働きにより蜀の龍禅は降伏。龍禅は洛陽に送られ安楽公に報じられた。まもなく芝生は天下統一の総仕上げに取りかかる。そんな中、なぜか商会は蜀にとどまっていた。彼の目の前には豊かな国と数万の兵がある。
抑えていた野心が今吹き出そうとしていた。見れば見るほど妖怪堅固な地だな。あの暗愚な食帝を褒めてやりたい気分だよ。さっさと降伏してくれたおかげでどちらの兵力も温存できた。そして今やその天然の城塞と大軍が我が指揮下にある。準備はできた。早いな。褒美にお前の願いもついでに叶えてやる。それまでは仲良くしようじゃないか。私は自身の才と野心に従う。生ぬるい平和など蹴散らせばいい。そうだ、世界そのものを掴むである。